愛知県で25年生態をやってきて、ついにですね、世界初の、問題をですね、追求することができました。人間の逃避行動によって、体をやっぱり守るというね、逃避行動です。これは、いつも言ってるね、内臓がねじれたり脳がねじれたりするのを、腕でね、こう戻す。下がっていくのを、内臓が下がっていくのを、足でね、しっかりこう、なんとかガチッとこうね、固めて守る。とにかく内臓を潰さない、脳を潰さない、ねじらない。という、そういうね、逃避行動の中の守るための緊張があります。で、今はこの LED だとかですね、眩しい光が多いためにですね、眩しいというね、こういう逃避行動。そして、事故等ですね、例えば車が、ね、ぶつかってきた時にこう守ろうとする逃避行動、そして、悲しい出来事だとかですね、こう嫌な出来事になって、顔を背ける、ね、こうやだやだやだこういう形の中でやはりこの、ね、眩しい、守ろう腕にですねすごく強い力が入って守ろうとする力が入ってしまっているその、緊張している腕でですねパソコンやまたスマホの細かい、ね、人類始まって以来のこの細かい、ね、作業をしている、本当にまたそれで緊張がまたこう積み重なっていって疲労が積み重なっていってしまう、そんな現象が起きています。とにかく、この20年前と今の、ね、日本人の体が、ね、本当に違ってきているんですね、それは何か緊張度なんですね。それも使いすぎの緊張というよりもその大元にあるのがですね守るための緊張、そして守るための緊張の中でまた使っていったり、心配事があってこう下ろせないだとかね、怒りが手が下ろせないだとか、そういう現象になっているというのを見つけて、それをまた解除する方法もね、見つけることができました。腕の緊張、足の緊張、そして頭の緊張もね、この3つを解除できる世界で初の生態だと思っています。この理論はですね、本当にこの現代人ね、ほぼ全員と言ってもいいぐらいね、皆さん、多かれ少なかれ持っているはずなんで、でこれを解除するには、揉んだりですね、普通の整体をかけたりですね、ヨガをしたり運動をしたりですね、休息をしてもですね、これ取れないんですね、脳の納得が必要になるという、本当に世界初の整体ですが、愛知県蒲郡市でやっています。本当に遠くからでね、来ていただけると、いいなと私も思います。昨日、兵庫県からね、お二人で見えたけども、本当に紹介で来られたんですけども、絶対行った方がいいよと言われて、来たそうです。そんな形で、東京もね、この前行きましたけども、コロナが収まり、次第ですね、本当に全国にまた回ろうと思っていますがですね、できるだけ早くね、体の緊張を抜きたいという方、ぜひね、愛知県まで、お越しください。